いい一言、いい一言。お出します。お出します。ありがとうございます。松田いいなこれ、ちょうどいい大きさが、これにヒッチメンバーとウルキャレットが最強だと思います。噛んだ。ありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅が福山、岡山、姫路、新神戸、新大阪。新横浜駅に着きました。初めて来た。あ、今日来たのはこのバーディーのショールームにお邪魔してます。ということは、エレファントサイクルでこれを扱うということです。どれを扱うかどうかは店頭で確認してください。これめちゃくちゃいい。これから塗装の工場に行きます。多分 SD カード忘れたんで、社長から借りました。ゆっくりな説明なんですけど、ここは可動機コーティングで、カスタムのオーダーをいただいて塗りをやってるところですね。主に自転車、バイク、車椅子とか、そういう趣味性の高いもの。車だとエンジンのエンジンヘッドカバーとかブレーキキャリパーとか、塗装の剥離からやってますね。ブラストで、すごい3台ブラストブラストブラストで剥がして、どこがどれだけ傷んでるかっていうのを確認した後に、こっちのアルミナのブラストで腐食を除去しながら下処理。今彼がやってるあそこで塗って、そのまま釜に入れてっていう繰り返しっていうか、練習で乾燥してできたら出して、大体ルアル3工場だってコンベヤーでこう流れていって、こっちをこれ、おお、すげえ。ここで今何色くらいあるんですか？塗料庫。ここにこれが見取り図の中の。すごいですね。ちゃんと管理されてますね。そこに感心してこれ。でもやっぱ実際あれですよね。温度とか湿度が大事。あ、そうですね。だからちゃんとエアコンで。すごい。徹底管理をして。なんか特殊なものって言うやつなんですか？この辺です。この辺とかカモフラージュができるんです。カモフラージュ、これもう一色ずつ塗り分けて、すごい、すごい、これできます。これすごいですね。この間もこれを見てバーディーも、はい、はい、いただいてます。あとキャリーミーでこれの青グレー版の迷彩にしたいっていう方がいたりとか、あ、その白グレーだったらちょっといいかな。ああ、そうですね、はい、おー、すげー、グラデーション見るのと触るのと、まあ、これがすごい。これどんな感じですか？なんか、なんとも言えない感じです。なんとも言えない感じ。なんか地面触ってる感じ。ああ、凹凸がある。凹凸が、それこそ、このこれは、これも、え、木みたいな。どうなんですか？すごい。これのバーディーでやりましたね。え、塗装ですか、これ？粉体ですか？すげえ。かっこいいっす。
これめちゃくちゃかっこいい。すごい。すごいな。あ、もうなんか色でお悩みというか、カラーオーダーで同じ発色から選んでいただくのも全然いいんですけども、なんかこんな風にしたいとかアイデアがあればそれを言っていただければ、門脇さんと話してこんな感じでどうでしょうかっていうご提案はカラーオーダーの方ではさせていただきます。はい。大体3週間、4週間、まあまあ時期にもよりますけど、そうですね、そのぐらい。ざっくりで言うと見ていただければ。早いですね、3週間。オリジナルの自転車のカラーもね、それも面白いアイデア。そうですね、動物っぽい感じ。中学生さんいい一言、いい一言を取り合わせちょっとオーダーします、オーダーします。 ありがとうございます。2回目すみません、お邪魔しました。いや、すごかった。どうでした？門脇やっぱすごかったです。僕のなんか昔大学生の時とかホームページ見てるそのレベルをもう超えてて、なんか塗装のなんかその可能性が広がるっていうか、なんかすごいオンリーワンの人生ができそうなんで、ちょっと今後なんか楽しみな感じになってきました。以上十分です。畳みます。でシートポスト戻します。で後ろ終わりで、フロントはまあバーディーはやられても分かるんですけど、同じなので、すべてやり方は。で、畳んで、畳みます。で、さっきドロップあったじゃないですか。ドロップは、このアジャスタブルステムの時に、ドロップにするときはアジャスタブルステムをお勧めするんですけど、なぜかっていうと、この高さ調整機能がこうやってくるくる回せるんですよ。なので、ドロップの場合は、このままこういう形にすれば、ここにドロップが収まるんですよ。なので、そのままドカーンとは出っ張らずに、ちょっとは出っ張っちゃうんですけど、袋にきれいに収まるような形になるので、で、スタンドアップのそのままで、これで、再び終わりです。で、一応ロゴが入ってるんですね。で、通常だと、ここを担いで、ロゴこっちに持ってきたいんですけど、僕らがお勧めする時は逆なんですよ。自分がここに来るような言い方にしたいですね。なので、まあ、ロゴは手前にしていただいて、幅の問題です。そうです。見ていただくとね、ここがちょうどスペースがあるんですよ。なので、慣れてますね。はじめは全くできなかった口です、僕も。で、窓がここにあるので、窓から出して、そのシートポストあたりに止めていただいて、で、僕らはもうなるべくショルダー短く。こんな感じの短さにして、さっきここにいたじゃない、ここにスペースされてたじゃないですか。なので担ぐとき、こんな感じで、でこのスペースに自分が入っちゃうんです。右手でサドルを持ってもらって、このまま広いじゃないですか。ちょっと押してもらうとポンってたまるんですよ。そうすると前輪がこのお尻の背中のこの R のところにはまって、あ、なるほど。と肩と手で3点で押さえれるからすごく安定して。ブランブランしないんですよ。結局なんか紐が長くて幅があるとこういう担ぎ方だとブラーンしてるから駅で歩いてる時にすごい疲れるんですよね。自分に合ってもうちっちゃくする。そうするともう移動がしやすい。でこっち側があんまり出っ張りがないので、ぶっちゃけこれで自動開発通れます。ちょっと当たったりするケースもありますけど、なので僕ら大体スマホ持ってこれでピーで抜けていくような感じの輪行がバーディーができちゃうので、なんかブロンプトンさんとか他のメーカーさんって折りたたみ寸法ちっちゃいよって言われるんですけど、結構横幅があったりとかして、担いだ時の担ぎやすさって考えると、ちょっと大きいけどバーディーの方が担ぎやすくないっていうふうには思ってますね。移動中によくあるトラブルってあるんですか？この袋の中にあるトラブル。
ごく稀にというか輪行でここのストッパ ー, ー、はいはい、これが割れちゃってる方たまに見ますね。はい、それぐらいかな。なんか確か名前フィッシュなんだ。フィッシュボーン、はい、リングの PCD って130ですか、ね、ノーマルは130ですね。130で、52丁が標準装備してます。で54ぐらいまではいけるかな、まあ、後ろの端数との兼ね合いで。なのでノーマルだとフロント52の後ろが1132っていう設定のものがほぼほぼです。買って買いましょうか、なんか今お金あるんで。人様が契約書書いてる姿、意外と久しぶりに見る。自分はよく書くけど、ちょっと見方を変えるとなんか群れ書かせてる的な感じ。違うんですけど、書いたら優先しなきゃいけないから。5時23分です。昨日バーディー の, あのパシフィックサイクルジャパンさんの、ショールームに行って、いろいろ全車種あの、ね、バーディーを、まあ、試乗して、いろいろ勉強をさせてもらいました。いやー、ほんと今回来てよかったです。最後その後にもうせっかくね神奈川県来たんで、まあ、須崎さんのとこに行ってアバブバイクストアの、まあ、いろいろ1時間ちょっと濃い話をしました。それはちょっと YouTube 撮れなかったんで、まあ、撮る必要ないし、まあ、すごい僕のことすごいあの心配されてて、なんかねちょっとね嬉しかったです。頑張ろうと思いました。今から新幹線6時20分ぐらい新幹線乗って広島に戻ります。その後、今日水曜日でしょ、水曜日だから、ま、あのお店へ戻って、あのフィードバック の, あのバイク裏壁掛けの荷物がもうね営業所に届いてるんで、それ取りに行って、まあ、ちょっと大詰め準備していこうと思います。時刻6時ぐらいです。新横浜駅に着きました。これで新幹線乗って広島に帰ります。今回、まあ、パシフィックサイクルの、まあ、オフィス、あと門脇コーティング の,、まあ、あの事務所兼あとはあの作業場、結構ね撮影禁止の部分があったんで、それは今回多分流しないと思うんで、こう、まあ、いい話も聞けたんで、もしそのここどうだったみたいなことをちょっと知りたい人いたら僕に言ってもらえば、話せることは話そうと思います。やっぱね、異次元のペイント技術で、なんかオリジナル頼みたいなと思いました。早速自分のフレーム頼んじゃおうかなと思います。まあ、それをすれば多分今後の頼み方も頼みやすくなると思うんで。以上。じゃあ、あのバーディーはね、どんなものを置くかお楽しみにください。店頭でお待ちしてます。